三上一遺跡三上根遺跡は日本の宮城県仙台市大白区三上一一丁目に所在する縄文時代と古墳時代の複合遺跡である。三上一という大地上にあり、縄文時代前期の縦穴住居の集落跡と遺物方眼層から多数の遺物が見つかっている。現在は三上一公園となっているが地下に遺跡があることはあまり知られていないという。三上一は 名取川の北約2キロメートルのところにある大地上の丘で東西に長い。南と東に仙台平野に接し、背後に丘陵地を背負っている。山の下は仙台平野で、南の麓を笹谷街道が東西に走る。三上峰遺跡は丘の上の平坦地を占めるが、北西の隣接地は足の口遺跡という縄文時代以降の遺跡である。古墳時代には、 大地の西に小さな三季の三上一ぽ古墳群が築かれ、山の南のふもとに富沢カマーと東の斜面に金山カマーとが置かれた。また北東の斜面にど手内横穴母群という横穴墓がある。三上っ遺跡には広く遺物が散布しており、発掘された面積は一部に留まっている。北東部では縄文時代前期初頭の縦穴住居跡が、 複数検出され、遺物もこの時代のものが多い。北西部では前期抜用の土器が多く発見されている。縄文時代前期にはかなり大規模な集落があったと推定されるが、中期以降はあまり使われなくなったようである。遺構がない地点でも、遺物方岩層から多量の縄文土器や石器、土偶、重骨、クルミ等の炭化物が発見されている。出土する。 縄文土器は、須山二式から大木七式までの縄文時代の早期紅葉から中期初頭とされている。白変石器は、石賊、石槍、石碑、石べらなど、ほとんどはチャートが用いられている。歴石器には石符、石皿、釣り石、大石がある。わずかながら、末期と弾きも各地点で出土している。遺跡の発見は古く。 山中木こりが収集した上耳飾りが、道の区国名取郡三岩崎遺跡出土として、梅原松寺の上耳職出土遺跡地名表に掲載されたのが最初である。1928年には、東京帝国大学人類学教室、石器時代遺没発見地名表第5版に掲載された。1929年には、山内清が繊維土器について、 追加第一において、三上法遺跡で山崎正文君と3年ばかり前に採集した時に、当時の最古の土器である繊維土器がかなりあると報じた。翌30年には、松本彦七郎がこれまで発表を差し控えていた資料を予報としてひとまず報告するとし、三上法遺跡他の収集資料について解説し、三上法遺跡資料は、 大木式の範疇で捉えられるとした。戦後の1950年には仙台市市三別編一で伊藤信夫が仙台市内における最も古い遺跡として三上ー遺跡を紹介した。1959年には林健作が三上ー遺跡の小発掘調査を行った。林は百三十九年に東北帝国大学法文学部、 伊藤信夫が調査した宮城県塩釜市線、入党貝塚資料の再整理を行い、総意的には、大木一式の方岩層三上一方三層的な方岩層、桂島式的な方岩層上川名二式の方岩層から成り立ち、従来の山内変年、大木一式、室浜式、伊藤変年、大木一式上川名式の間には、総意的にも、三上一方三層式、 カツ島式が存在するとした。しかしながら、三上邦遺跡も船、入島海塚もその総意も含め、原子量データが公にされることはなく、具体性に乏しいものであった。1967年7月には、仙台市の公園整備事業の一環として、宮城教育大学日本史研究会が、平重道教授、加藤隆史講師、後藤勝彦講師の指導のもと、 発掘調査を行った。発掘の加える式には、金層、窓か寺志学長と大塚徳郎教授も参加した。東西9メートル、南北4メートルの長方形の狭い範囲ながら、初めての組織的な調査であり、異物は相違別に取り上げられ、国名に破片点数も数え上げられた。縄文土器4337点、うち10個復元。 石六十三点、石あ六点、石碑四十一点、石減ら十0点、他に、魔性石腐六点、石皿一点、スリー石82点、大石二十四点、不定形の石器が六十八点があった。その結果、第三層土器は、上川名二式のバリエーション、大きな意味で、大木愛式以前の縄文前期初頭の土器、第二層土器は、林が三上っぽを三式と、 仮称している、底面縄文セブン土器も含め、大木一式土器としておきたい、第一層土器は、大木にある式とされ、林の歳別には、否定的な見解が示された。ただし、この形式区分についても、山内が当初示した、形式内容とは大きく異なっており、後々まで問題を残すこととなった。1990年には、愛原純一は、その後増加した。 外記発掘調査資料をもとに再検討を行っている。前期初等土器を単一形式、上川名二式のバリエーションと見るには、各遺跡の変異が大きすぎ、上川名貝塚自体が厚い階層から成り立っており、すべてを単一時期とみなすことはできず、宮城教育大学が調査した三上一方遺跡第三層土器は、大木一式直前の上川名式土器の中でも最も新しい部分に、 位置づけられるとした。2008年に北西の公園入り口整備に伴う発掘調査が実施された。仙台市教育委員会が調査主体となり、実際の発掘は体制エンジニアリング株式会社が受け負った。面積は514平方メートルである。調査は工事で影響を受ける深さにとどめ、土壕21とピット67を調査し、139の 性格不明遺構を残した。性格不明遺構のうち一つは、土器編116、土偶1、石器銃を伴い、大木6式の頃の縦穴住居の可能性がある。この発見によって、前期初頭だけでなく、前期後半まで集落があった可能性が見えてきた。縄文時代の土器と石器を中心に18,933点の異物が取り上げられた。土器は、 縄文時代前期初頭から前期抜用にあたる大木一式から六式までであった。土製磁石一、土器片を重りに土製円盤を盤上ドグルの破片七といった土製品も見つかった。郷土、か乱層からは八、九世紀の水液が二点見つかった。異物方眼層から出た石器は1394点。石属94、戦闘機七、石ヘラ十二。 石水五、石碑二十二、石形石器三、石角二十九、早期、さっき四十四、魔性石付録石水一、石皿六、スリー石、叩石六十一、大石二、砥石三、大石一、垂れ飾り二、石鹸一、異形石器三、さらに白辺、再辺、歴、歴辺、原石が見られた。素材は、形質結岩が八割を占めた。 ありがとうございます。